レオン・ビクトル・オーギュスト・ブルジョアは、第三共和制時代のフランスの政治家。閣僚評議会議長を一期務めた。1851年5月21日にパリで生まれ、法律を学んだ。1876年から公共事業省の下級官僚を務めた後、1882年にタルヌ県の、1885年にオートイコール・ガロンヌ県の知事を経験して、 パリに戻りない無償に入った。1887年11月にジュールグレビ大統領が辞任した危機の際には警察長官を務めた。翌年、マルヌ県で選出されて大議員議員になり、大議員でジョルジュ・ブーランジェ将軍に反対する議員の一人として旧審左派に加わった。シャルル・フロケ内閣では1888年から1889年に 辞任するまで内務大臣の秘書官を務め、1889年に黒家内閣が総辞職すると、ランスから選出されて、再び大議員議員に就任した。ピエール・ティラール内閣では内務大臣を務め、1890年3月18日からのシャルル・ド・フレシネ内閣では公共教育大臣を務めた。公共教育大臣として同年に、 中東教育の改革を断行した。1892年のエミール・ルーベ内閣でも公共教育大臣に留任、同年末に成立したアレクサンドル・リボ内閣ではパナマ運河地獄が起こっている中、司法大臣を務めた。彼はパナマ事件での起訴を積極的に進め、証拠を得るため被告のうち一人の妻に不当な圧力をかけたと疑われたほどだった。 この疑いにより1893年3月に一度辞任したがすぐに司法大臣に再就任以降は内閣の総辞職まで務めた。1895年11月に急進派内閣を組閣したが元老院が内閣への対抗として金銭法案の可決を長期間拒否したため憲政危機が起こった。 ブルジョア内閣はこれを元老院による憲法違反行為であると主張して、世論を味方につけて元老院に意思を押し通そうとしたが、世論が無関心だったため失敗、内閣は辞任を余儀なくされた。その後、1898年のアンリ・ブリッソン内閣で再び教育大臣を務め、大人向けの初等教育コースを整備した。 ブリッソン内閣は短期間で崩壊したが、ブルジョアは、翌1899年のハーグ平和会議で、フランス代表を務め、1903年には、常設仲裁裁判所の判事に任命された。そのため、ピエール・ワルデックルソー内閣とエミール・コンブ、内閣期には外国を回ることが多く、本国の清掃からは距離を置いた。また、 1902年と1903年の二度にわたって大議員議長に選出された。1905年にマルヌ県から選出されて元老院議員になり、1906年5月にはフェルディナンサリアン内閣で外務大臣を務めアルヘシュラス会議におけるフランスの立場を決定した。その後、1912年に労働、社会保障大臣を1914年に 外務大臣を1917年に労働、社会保障大臣を務めた。第一次世界大戦後は国際連盟の創設に加わり、初代総会議長を務めるなどして、1920年にノーベル平和賞を受賞した。フランス代表として出席した国際連盟委員会に関するパリ講和会議では、日本代表が提示した人種差別ティパイに強く賛同した。 同1920年1月、元老院議長に選出された。1925年に死去した。ありがとうございます。